どうも、マグリーチャンネルへようこそ、マグリーでございます。本日はですね、私、6S プラス利用してるんですけれども、6S 系から搭載されました 3D タッチですね、皆さん利用されてますでしょうか。私はですね、利用してる、使ってはいるんですけれども、ある程度のその条件を満たす、アプリをですね、使っているということですね、僕が今、実際に 3D タッチを利用している、アプリをね、ご紹介していきたいと思います。最近ハマっております。この、携帯でいきたいと思います。アスペクト比を4対3から16対9に変えたので、ちょっと見やすいかなと思いますが、わかりやすい解説ということで、まあ、解説ってことではないんですけれども、3D タッチを利用するポイント、すぐアクセスした機能があるかどうか、毎日頻繁に利用するかどうか、この以上を満たす 3D タッチに対応した僕が使うアプリをご紹介します。その後にね。で、最後にこの 3D タッチに対応してほしいアプリですね。皆さんもあると思いますが、そちらをね、お届けしていきたいと思います。まず、すぐアクセスしたい理由。これは一体、皆さん、どのようにお考えでしょうか。私の場合はですね、もう、至極単純。タップするのが面倒。もうせっかちなんですよ。イラッチってね、関西の方ならわかると思いますが、つまりですね、あんまりタップしたくない。アプリを開いてその機能にアクセスする。それだけでね、2タップ、3タップぐらいになってしまう可能性もありますよね。ツイッターなんかで言うと、つぶやこうと思うと、ツイッターのアプリを立ち上げて、右上のつぶやきボタンを押して、そこから文字を入力して、その後アカウントを選択してみたいなことになるじゃないですか。めんどくさい。楽なアプリ多数あるんですけれども、その、ツイートするという行為にですね、いかに簡単にアクセスすることができるかっていうところでございます。はい。そして、なぜ頻繁にアクセスしたいか。ね。頻繁にアクセスするアプリがいいってこと。なぜ頻繁にアクセスさえしたいのか。その理由をちょっと考えてみると、こちらなんですよ。これ結構重要ですよ。見なければならない。または見たいから。見なければならないアプリっていうのは皆さん存在すると思います。そうですね。見なければならない。だから、こう日常的にこう iPhone を持って、開けるアプリっていうのは見たいアプリなんですが、ですね。見たいアプリとは別に見なければならないアプリってありますよね。例えば、その、今日のやることをメモしているアプリであったりとか、そうですね、その、他に、まあ、例が出てこないんですけど、まあ、そういうですね、見たいってこう、衝動的に見るものも当然含まれるし、その衝動的に見ないにしてもですね、見なければならないものってありますよね。リマインドさせて見るものとか、そういったものが、3D タッチに対応していればですね、私は 3D タッチを利用する価値があるという、お話でございまして、そして、いよいよやってまいりました。そんな条件下で 3D タッチに対応した僕が使っているアプリを見ていきましょう。はい、こちら。はい、アイコンがずらっと並んでおりますが、左から行きましょう。Twitter。そして、キーノート。今使ってます。最近ですよ、これ最近。この、今リモートでね、やってるんですけど、このリモートをするのに 3D タッチで簡単にアクセスできてしまいますね。だからね、結構対応しております。リハーサルとかしないですけどもね、つなげるの楽だったら、本当撮影がちょっとはかどるんでね、かなり使ってます。そして、エヴァーノートですね。エヴァーノートも新しいノートを立ち上げるのに 3D タッチから簡単に、入力することができますね。そして Facebook もそうです。当然です。3D タッチで新しい投稿がすぐできます。Facebook のアプリで写真を撮って動画を撮って投稿することも、3D タッチから簡単にできます。そしてその隣がメッセンジャーですね。Facebook のメッセンジャー。結構ですね、Facebook のメッセンジャーっていろんな人とやり取りするのに便利なんですね。グループ作れてみたりとか、結構その、なんて言うんでしょう、その、セキュリティ的なものが強そうなイメージありますよね。Facebook がこう実名で登録してるし、実際の友達っていうのが多いので、やり取りが多いっていうのも当然うなずけますね。まあ、LINE の次にこの Facebook メッセンジャーなのかなと思うんですけど、私自身そこまで LINE を使っていないので、今回ここには LINE 入ってません。はい。以前動画でご紹介しておいてなんなんですけれども、はい、そしてインスタグラムね、これは、インスタグラムっていうのは写真投稿 SNS ですよね。今芸能人の方がたくさん使っているということで、かなりユーザーが伸びているというサービスなんですが、このインスタグラムはですね、投稿すると、ツイッターとフェイスブックに同時に投稿できるんで、そういった意味でもね、かなりあの何でしょう、発信者としてはですね、利用する価値のあるサービスかなと思っておりまして、言いつつそこまで投稿してないんですけれども、使ってます。実際に使ってます。はい、そして、スウォーム。これチェックインアプリですね。行った場所にチェックインして、そのチェックインした情報とか見たりとかですね、チェックインした情報をですね、またツイッターとかフェイスブックにシェアするときにですね、このスウォームの 3D タッチで簡単にできるっていうところが気に入っております。そして、その右隣がテキストウェルというですね、メモアプリなんですが、こちらですね、以前に、ご紹介した動画ございますから、そちらをちょっと気になる方ね、そちらご覧いただければと思うんですけど、結構高性能なね、テキストアプリなんです。そして、最後。
ね、ドロップボックス。このドロップボックスは、まあ、エバーノートとはちょっと、まあ、毛色の違うクラウドサービスで、自分のですね、画像、作った画像とかですね、そういったものを保存して、いろんな方とやりとり、その、ダウンロードしてもらったりとかするやつですね。まあ、例えばね、このドロップボックスの有効な使い方としてはですね、私、過去の動画でもお伝えしておりますが、LINE などでですね、長い動画を送ろうとすると、無理でしょ。でも LINE でも長い動画送りたいときはですね、このドロップボックスで、ね、無料でアカウント作れるので、そちらで作ってドロップボックスに一旦その動画をアップして、そのドロップボックスのダウンロードリンクをその LINE で送ると。じゃあ受け取った人はそのダウンロードリンクをクリックすることによって、ドロップボックスの新たなアカウントからその動画をダウンロードすることができるので、長い動画も、LINE 何でもいいんです。 LINE でも何でもいい、メッセージでも何でもいいんで、そのリンクさえを伝えることは、まあ、Twitter で伝えればいいわけです。伝えることさえできればその、長い動画を誰にでも送ることができるという、素晴らしい使い方ができるこのドロップボックスですね。はい、そういった、アプリです。これ実際に使っているのはただこれだけ。初期ね、初めの頃ですね、3D タッチに対応しているのが標準のアプリだけだったので、ほとんどね、使ってませんでしたが、最近になって、まあ、いろいろと、こう、対応してきているので、まあ、これぐらいしか使ってませんよっていうことですね。で、最後にね、3D タッチに対応してほしいアプリがある。皆さんもあると思います。私の場合はね、面白い結果になりました。こちらです。ドン。ことごとく Google 系ということで、ここにある、6つのアプリ、全部ね、Google ですよね。まず、Google マップ、Google 検索、Google フォト、YouTube、YouTube クリエイター、そして Inbox ですね。この6つ。はい。Google マップなんか、私、先日東京に行ってきたんですけれども、Google マップがやっぱりね、いろんな、面で使いやすかったんですけども、その Google マップにアクセスするのに、やっぱり、一旦こうアプリ立ち上げてこうどうのこうのっていうことがあるんで、それ 3D タッチでアクセスできるとね、例えば 3D タッチで現在地からどこどこに行くみたいなボタンがあって、その押してですね、行き先を入力すればそこまでのこう道がビャッて一気に出てくるみたいなことがね、 3D タッチで実現すればかなりね、いいんじゃないかなと思いますよね。で、まあ Google 検索なんかもそうなんですけども、 OK Google ノリでですね、例えば 3D タッチ検索って押したら、もうドゥドゥンっていきなりこうマイクが立ち上がって言えばいい。そうなると、こう、ヘイシリに、こう、なんていう、あれですよね、対抗する術になるのかな、なんて思っています。そして、まあ、Google フォト、私はかねてからね、いつもご紹介してますが、この Google フォトもですね、本当にこう、閲覧するんで、かなりの、頻度で閲覧するんで、その、例えば、アルバムにアクセスみたいなね、とか、そうですね、あと、なんだろうね、まあまあ、そういう機能があればいいかなと思いまして。では、YouTube なんかそうで皆さん使ってらっしゃると思いますけど、3D タッチで、チャンネル登録の、ごめんなさい、登録しているチャンネルの最新動画みたいな、ところに飛べればいいですよね。立ち上げた瞬間に。あとは、この YouTube からも動画アップすることができるので、YouTube こう 3D タッチでアップロードっていうところに行くと、すぐにその動画を選択できてアップできるよみたいな画面になると、それまた便利かななんてね、思っております。で、クリエイター。このクリエイターツールでも YouTuber の方にしか関係ないんですけれども、その YouTube アカウントのアナリティクスであったりとか、そのコメント欄であったりとかっていうのを管理できるアプリなんですが、そのだから、要するにこのクリエイターアプリを 3D タッチ押すことによって、チャンネルを選択することができる。ね。登録してるチャンネル。まあ僕であれば、マグニチャンネルと実況チャンネルと、そのゴミ箱チャンネルっていうのがあるんですけども、それぞれにこう 3D タッチから簡単にアクセスすることができると、それはそれで便利かなと思っております。ところで、最後はこのインボックスね、これずっと私押してる、Gmail というね、Google のメールサービスがあって、それの上位のサービスがこのインボックスというものなんですが、これね、招待制だったんですよ、初めはね。今は多分皆さん使えるんですが、このインボックスで私メールを全て管理してるので、この標準のメールアプリとか、先ほどご紹介した、まあ、メッセンジャーとかですね、ああいった形でこう、3D タッチで新規メールを作成、3D タッチで、その、検索とか、それだけあればですね、かなり、めちゃくちゃ便利になるな、というふうに思っています。それではですね、私がご紹介しました、ちょっとスライドを戻していくと、はい、こちらのね、アプリをどんな感じに使うのかっていうのをね、サクッと、見ていただきましょう。それでは、一応作ったので、これもご覧ください。実際に 3D タッチを触ってみよう。サクッと見ていきましょう。もうね、ほとんどね、ホーム画面にあります。僕の場合ね、Twitter は、こんな感じ。メッセージを作成、ツイートを作成、そして検索。この検索ってのを僕ね、結構使うんですよ。例えば、じゃあ検索って押して、ね、まあいろいろこう、今流行りのこの検索ワードって出てるでしょ？これを見るのも面白いし、私はいつも探してるの、これね、iPhone 出るでしょ？
はい、iPhone って入れると、その iPhone の、つぶやき、そして、まあ、いろんなものがこう見れるということですね。やっぱアップバンク出てくるな。はい。とかね、そんな使い方をよくやっております。そして Facebook。ば。やっぱりね、投稿に特化した、メニューですよね。動画を撮影して、動画を撮影してからアップするのか、すでに撮影している動画を使ってアップロードするのか、そしてテキストをただ投稿するのか。例えば投稿するって選ぶとですね、どうなってる？あ、そうか、これランドスケープ対応してないのか。こういう風に出てきて、ますよね。インスタグラムもね、同じようなもんです。でも4つありましたね。新規投稿。これで新規投稿する。アクティビティというのは、その、いいねされた、場所とか、そう、いいねされた数とか、誰にいいねされたとかっていう見るところで、で、検索、これも使えるんでね、iPhone で見るとまた面白い、投稿とかあるんでね。まあ、これに関してはちょっとあんまりあれなので、Twitter とはちょっと要素が違うので、ちょっと、今お見せすることはしませんけれども、で、ダイレクトメッセージもここで開けます。で、エバーノートに関しては、新規ノート写真撮影リマインダー、検索。これはね、一度、過去に動画でご紹介してますんで、まあ簡単ですね。ご説明するまでもないんです。こんな挙動です。で、テキストウェルってこれ左下。やると、はい、ブランクシートって、まっさらなシートを立ち上げることができて、そこを、まあ、そのテキストウェルユーザーならよくわかると思うんですけど、ブランクシートの立ち上げって結構ね、意外と、まあ、設定にもよるんですけど、手間だったりするんで、まあ、ここから立ち上げられることができれば、かなり便利だなという意味でね、こう、立ち上げると。はい、まっさらに何も書かれてない場所が開くということでございます。で、スウォーム。はい、スウォームこれ、ほら、もうすぐチェックインで出てきます。はい、わかりやすいですね。そうですね、あとは。でですね、この、Facebook メッセンジャーも、新規メッセージを立ち上げることができて、一体誰に送るかっていうのを後ほど選択するような形ですね。そして、これ、ドロップボックス。はい、押すと、最近編集者ファイルが一番上に出てきて、オフラインファイルっていうのがね、これがね、多分一番アクセスするんじゃないかなと思うんですけども、ドロップボックス内のファイルをですね、オフライン、要するに iPhone の方にダウンロードしておく。そしてそれにアクセスすることができるのが、このオフラインっていうところ。で、写真を当然アップロードすることもできると。ここからね。で、検索。ドロップボックス内を検索することができるんで、本当にね、検索って結構使うんですよね。ドロップボックスのどこだったかなっていう時があるんで、まあ、それで検索で探すとすぐ見つかるからね。まあ、そういった使い方ができると。で、最後ね、このキーノート。はい、リモート、キーノートリモートへ移動ってありますよね。これをタップすると、この Mac と繋がってですね、すぐに、先ほどお送りしたようなプレゼンテーションを始めることができるので、使っていますよということでございました。というわけでね、今日私が 3D タッチで使っているアプリをね、ちょっと回りくどく、ご紹介してみましたが、皆さんいかがでございましたでしょうか。3D タッチに対応してほしいものたくさんございますよね。あえて今回こう標準のものはご紹介しておりません。標準のものっていうのは大体対応しておりますからね。はい。しかも標準のものってそこまで使わないというね、ところございませんか。僕の場合はそうなんですけどね。やはり普段からよく使うアプリが 3D タッチにより対応してくれるといいですよね。見なければならないアプリ。見たいアプリ。ね。この辺ですよ。がどんどん対応してくれるともっと、楽しいかなと思います。それでは、皆さん、参考になるかどうかわかりませんけども、最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。では、良き iPhone ライフをマグニーでした。主に iPhone のコンテンツを常に毎日更新している動画チャンネルでございますので、よかったらですね、チャンネル登録の方をお願いしたいんですけれども、動画をご覧いただいております、下の方にですね、赤いボタンが存在します。PC の場合はこちらをクリックしていただくとチャンネル登録をすることが可能となっております。そして、スマホ、画面は iPhone のものになりますが、下の方にですね、チャンネル登録のボタンがございます。こちらをタップしていただくとチャンネル登録することが可能となっております。努力していただいて、私のチャンネルを、動画を、ご覧いただければなと思います。それではまた、次の動画でお会いしましょう。